はいいどうもハリウッドでございます。えっと、本日はです、ね、私の地元が、まあ、結構大変なことになっているというのは全国的にニュースになっているのでもうその現状を、ね、話しようかなというふうに思っております。 えと少しでも面白いと思っていただいたら、えー、とチャンネル登録と高評価ぜひぜひお,お願いいたします。えー、と感想とかもねコメントいただけるとすごく嬉しいんでよろしくお願いいたします。さあということですねあのクラスター大爆発って話は一回話してもうものすごい人気だみたいですね、あのー。この間動画でお黙り乱射の話を少しさせていただいたんですけれども、まあ、その時に なんかこう、みんな知ってるけどあんま行ったことないんじゃないかなみたいな感じで僕思ってたんですよ。そしたらあの初日で20何人出て次の日に3十何人出てでまた30何人で出てで鹿児島県ってあの、薩摩半島と大隅半島って分かれてるんですよ。で 薩摩半島にあるんですねあのおだまり男爵さんがでそれで大隅半島の方にのとか行ったりとかもういろんなとこにこう点在して,てだからあの地方から市内に来てでそこ行って帰ってみたいなとかになってるんでいやすごいびっくりしたなっていうのがあって多分今うん。 結構、まあ、もう今だったら閉めててねあ,れがあるんでまあどれくらい増えていくかっていうのはまたこれからどんどん増えてくるしまあなんかこうあのお店行った人は言ってくださいっていうのがあるんですけどあそこに行ったっていうのはちょっと言いづらいのかなとは思ってるんですよねキャバクラで行きましたっていうのもただしさ言いづらいのにあのそういうおだまりさん行きましたって言って,あの行ってその期間中行ったんでき言いづらいのかなっていうのは一つあるんでねまあちょっとそこがねあのこクラスターですね。あの専門家の人の人話かららしたらそんなに そんなに大きく気にするようなことではないみたいなんではあるんですが、まあ、それが一点でございますあとは大雨ですね大雨がすごいです、えー、と今週の木今も雨降ってんですけど木曜日ぐらいからもうすごい雨降っててで、まあ、ずっと雨ってわけじゃなくてちょっと止んだりとかちょっと晴れたりすることがあって、まあ、熊本の方が、ね、あの結構すごくて鹿児島も、ね、結構広いんで、まあ、上の方あの九州寄りの方の鹿児島の県境のところですかねあそこら辺とかあったら まあ結構きつい、あのー、雨が、ね、きつくて、まあ、のこ観測史上1位とかだったらですかねもうなんか使ったりとか水が水があの川が氾濫して、あのー、平屋だったら1階建ての平屋だったらもう、あのー、天井の方屋根の方逃げたりとかマンションとかだったら1階とか2階が使ってっていうふうになっててそれでまあ土砂崩れがあっててねなあの亡くなられた方もいるみたいな自然災害が来てて、まあ、結構ですね、あのー、鹿児島の地元のところもちょっと来てるなーっていうのが感じて。 てだから感染拡大が一つしているプラス大雨というねなんかやったのかなと本当 <laughs> なんか九州なんかしたかと先,先月もですねあせあ去年ですね去年もあの台風が結構ひどかったんですよで台風がひどかったうちの中の一つはあの。

ちょっっと心配だなっていうのがあるし政府とかが鹿児島と、えっと、熊本かなのところにこの災害対策のチームを設置したっていうのがあってまあ、首相とかも来るのかあのー、オンラインでこう回線で入るのかまあ、こっちに来るのはねあの感染リスクがあるんであんまり進める話ではないかなというふうに思うんですけど。 そういった形にして結構全国的に悪い意味でねにぎわしてる形になってますで事件上のところでいうとです今ねあの今日7月5日であの都知事選の開票なんですよね今日までは期限で、まあ、それで得票率が、えー、と今取ってる時間からして、まあ、大体20から30%ぐらいの間かなで、まあ、前回よりもちょっと悪いっていうのがあって、まあ、それは多分おそらくあのコロナ関連のところで投票所に,に行かないでっていうのはあったりすると思うんですけどあのうちの 地元も今あの知事選をしててるんんででですすよよねね週間遅れてるんですよ、ね、だから6月12日が、えー、と得票日なんですけれどもうね今選挙活動しまくりですよだからもうとにかく確かにあの水害がひどいであのロコロナが来てるで経済も回らないコロナの,のやつで、まあ、全国的に発表されたじゃないですかここのお店ですよっていうのでだから県外から来る人もキャンセル県内で飲み食する人もキャンセル県内で食事する人もキャンセルみたいな感じで。 経済がちょっと上向きだったんですよね。上向きに上がってる中でまた下がるみたいなだからこれからも少し見通しが立たないなっていう風になっててで専門家の人もちょっとさっき言いましたけど専門家の人たちも。 まあそんなにねあの気にするようなところじゃないんで別に飲みに出かけようがあの食事に出かけようが投票所に行こうがっていうところでまあいいんですけどもう今ねあの知事選で、まあ、7人ですよ珍しいですよいつも2人とか3人とかなんですけど、まあ、今の政権を倒せるんだなっていうような多分なんかこう思惑があるのか7人も候補してて毎日の選挙会が「よろしくお願いします」みたいなって走,走り回っててもうとにかくあの自分らが知事になるっていうチャンスが今回で4年に1回になってるんで まコロナの対策が一つと、あと仙台原発ですね。原発をあの40年ですかね、40年がこう稼働のなんかこう延長があるらしくて、それを今年迎えるんでまた動かすか動かさないかっていうのが論点。まあ大体この2つなんですよ。うちの地元行ったらコロナかえーと。 仙台原発をするかっていうところだけですよ、ね。ほとんどの想定がマニフェストにしても。あとは経済のところをしたりしても、まあ、うちの地元って結構あの田舎のところが多いんで、だからまあ結構年配の方とかにあの受けのいい政策をするとか、あとはなんかこう法事、知ってる人の会社の法人のところに行って、10分か15分朝の朝礼でお願いしますって言って、でそれでその会社の卒業期を取るみたいなね。まあ、そういうのいろいろしてるんですけど、だからなんかこうあんまり、なんかこう 経済が大変だなっていうような形でいろいろ言ってるんですけれども知事がいろいろして率先してるというよりは市長が言ってるやってるみたいな感じになっててみんなもう知事選知事選知事選みたいな特に今回の三田園の知事はですね再選がちょっと難しいかなって言われてるんですよまあもともとこの4年間の実績っていうのもそんなにね大きくあの褒められるものでもないし悪い話の方がね結構出てるんですけどでもまあ自民党と公明党からえっと推薦を受けてるんで後のそうですね野党がね一本化 本当はそれ予定だったんですよ 前職と、あの、有川さんかな。伊藤さんと有川さんだったと思うんですけど、一本化しようかなって言ったんですけど、結局二人とも出て、二 <laughs> 人とも出るんですよ。一本化するとかじゃなくて、伊藤さんが出るか、有川さんが出てるか、どっちか一本化したら,したら、あの、立憲民主党とか、その野党のところで、鹿児島のそのい、なんか勢力があるんですよ。なんか、なんか講演会みたいな。それが、あの、全員で応援しますよって言ったら、ね、それぞれ出るみたいな。<laughs> ええみたいな。何 <laughs> じゃそれやみたいな感じで、まあ、だからもう静観してるみたいな。で、共産党の、 の応援している人はたちはむずなんかこのねおばおばあちゃんの人なんかこうカンペを見ながらあの選挙活動してるみたい無理でしょうみたい <laughs> まあだから本当には結構いろんな悪いのが重なってますねただでさえあの頃などで大変なのが出てであのー 雨ですよ大雨が来て、でプラス今、知事選、あと1週間あるんですよ、今週、き今日があの知事選の発表だったら、たぶんちょうどいいって言ったら悪いですけど、あの切り替えがし,しやすかったと思うんですよ。 ですけど、あと1週間あるんですよ。1週間その選挙活動を続けるという中で今どうやってクラスターも収束するかも見えないで経済対策に関しても、まあ、どういうふうに改善するかも見えないで大雨の被害もどういうふうになるかわからない全国的にねあの結構いろんな注目もしてるようなうちの地元になってきてる中でなんかやっぱりうーん。 なんかこうあんまりなんかこう対策というのを、なんか積極的に感じることができてないかなというのは感じますね。まあ、ち、あのタイミングが悪いっていうのはあるんでね。ですけど、まあね。あの。 クラスター発生して自粛しましょうみたいなあのあまあの外出は控えましょうみたいなことは嫌なってるんですけど選挙でぐるぐるぐる,ぐるあの選挙カーでよろしくお願いしますって言ってなんかあのこうなんか今日とかなんかあの市街の中心のところでなんかの一人の候補者のなんか演説会とかあったんですかね多分まあそれが中止になってたんでまあそういうのがどんどん中止になっていくんでまあ選挙カー走らすかまあメディアで取り上げるかっていう特にうちらの地元とかだったら れいわ新選組だったりとかホリエモン新党の N 国党だったりとか、まあ、そういう人たちみたいにネット選挙っていうのは多分すごく苦手だと思うんですよ。だからまあ なんかち鹿児島とかなんか地方の知事になりたい人がいたらなんかネット選挙強い人が知事にポンって出てきたらその学歴とか関係ないですよあの今回の,の東京都知事選で言ったスーパーヤンキーさんの西本さんですかねのみたいな感じで、まあ、若い人で出ましょうみたいな別ね、学歴関係ないですよ選挙行きましょうみたいな TikTok 使ったりとか171617 17ショールーム YouTube ツイキャスとか全部フル活動してやったら本当に若い人がなんかちゃんと行きましょうっていうふうに言ったんですよ。 投票率はね、なんか東京都もなんだかんいだいら低いんでね、まあ、投票率を上げる気はないのかなとは思ってますね。時事系 YouTuber 芸人の高松菜奈さんって方があの、若者は選挙に行くなとか、なんかこう選挙に行きましたって結構芸能人がアピールしてるっていうのはよく見るんですよね。えっと、今日行きましたよ選挙みたいなって、あの芸能人がよくつぶやいてるんで、昔だったら結構見れてないけ話ですよね。やっぱなんかその政治ネタととかかにに興味あったたりとか選挙に行きましょうみたいな感じで 言ってなんかこうちゃんとやってんな、まあ、また常識人みたいな感じをアピールするような芸能人っていうのは結構増えてきてるんで。 まあ今後、タレント議員とか、タレント都知事とかですかね、まあそういう人たちも、まあアピールでいろいろ使っていくのかなっていうふうに思ったりはしてます。はい。ということあと1週間ね、あの知事選が終わるまでは、正直な話、うちの地元は、まあ災害はわかんないです。クラスターと、えっ、ー、と、クラスターって言っていいかわかんないですけど、感染者が増えてるっていうところと、あの雨ですね、災害に関しては、まあちょっとどうしようもないんですけど、経済対策に関しては、おそらく、まあ、新しい知事になってから切り替わっていくのかな。 が、結構、うん、気になるかなっていう形があるんで、またちょっと大きく変わったら報告したいと思います。それでは失礼します。バイバイ